ポジティブ最強ギャルのおーちゃんもわでーす。やっはー、ララバイ。毎度、ご建設コーナーのモノピアでーす。やっはー、ピリピリといったらジュナジュ、イエーイ、イエーイ。はい、今日はギャルモデルのピンクコーデを紹介していきたいと思います。イエーイ。それでは、どうぞ。モアのピンクコーデを紹介します。と上からフロアシーンで買いました。これいつもおなじみのね、フロアシーン でここにあるなんか V、うんうん、V のやつはララちゃんと揃いです。かわいい。でこれもこれもこれも全部シーンです。すごい。でこれジャケットさ、こういう感じなんだ。かわいい。濃いピンクとさ、薄いピンク合わさってた、かわいいね。めっちゃいい感じ。今日はバービーコーデを意識してきました。あ、ほんとだ、爪も爪もバービーです。バービーだ。昨日ママが作ってくれました。そうなんだ、はい、全身爪からお洋服のコーデまでバービーってことですね。で、あとアクセサリーをゴールドにして合わせてきました。確かにいいね、大人っぽい。靴はどこのですか？靴はフィラです。かわいい。しかも厚底漏れるね。めっちゃ漏れます。ママと共有して履いてます。あ、そうなんだ、はい、このベルトとさ、チェーンがすごい気になったんだけど、これめっちゃかわいくない？これもシーンで買いました。あ、そうなんだ。シーンめっちゃ最強です。それ結構いかつい。ドクロだ。モアのお気に入りポイントはドクロです。全身ガーリーなのでドクロでごつめにして合わせてきました。ガーリーかける強めって感じだね。はい、以上モアのコーデ紹介でした。バイバーイ。今日の自分のピンクコーデを紹介します。こんな感じです。このピンクの尻尾はアマゾンで、ね、靴はアベールで、この2つはネットショップで買って、このネックレスはシーンでございます。なるほど。と今日のポイントは、うん、髪の毛です。今日のポイント髪の毛。確かに今日はピンクヘアにしてくれました。え、これもしかしてさ、ピンクコーデって言ったからピンクの色入れてくれたの？いや、たまたまです。あ、たまたま。失礼しました。めっちゃ似合ってるね。めっちゃいい感じじゃない？昨日ピンクシャンプーをやって紫シャンプーもしました。あ、なるほど。かなり素敵に色入ってます。じゃあアイテムとして取り入れたのはこのピンクの尻尾。いいね、ギャルっぽくてかなりいい感じだと思います。僕のピンクコーデはこんな感じでした。バイバーイ。今日はナギのピンクコーデを紹介します。ナギのピンクコーデはこんな感じです。全体春っぽくピンクにしました。確かに全体ピンクだね。めちゃくちゃ可愛い。じゃあ細かく紹介お願いします。これはシーンで、うんうんうん、セットアップを買いました。いいね。で、このバッグもセットでついてきて。え、このセットアップに？そう。あ、そうなの？バッグ付き？バッグ、なんか、そうだ、なんか気になる人が一人。なんかこれは家にあった萌えメロさんできました。かわいい。で、この靴もシーンです。おしゃれ。キラキラだね。え、これさ、歩きやすい？ヒール、うん、なんか、あんまりヒールっぽくない。うんうんうん。確かに。漏れるじゃん。ちょっと身長とか。うん、飲みたいって倒してかわいい。そう。これ忘れた。怪我はしてるよね。前割れて、その後がボコってなってて、で、絆創膏で隠してます。あと残んないといいね、うん、今日のナギのテーマはどんな感じですか？視線を集めるネオンピンクコーデ。お、視線を集めるネオンピンクコーデ。
確かにこれは視線集めるわ。総柄っていうのがいいよね。え、これカチューシャもめっちゃ可愛くない？これもネオンピンクじゃん。そう、これもシーン。あ、そうなんだ、可愛い。全部シーン。シーンはギャルの味方ですね。はい、はい、じゃあ今日のお気に入りポイント教えてください。今日のお気に入りポイントは、これあ、こちらえ、なにマイメロの方、バッグ、あ、バッグ、あ、バッグの方、あ、よかったですかわいい、そう、もふもふ、え、しかも結構さ、大きくない？このバッグ、なんか、いろいろ入りそうだね、うん、でも、ここしか入らない。あ、そうなん、あ、ほんとだ、ここなんだ。そう、ウケる、確かに、かわいい、ハートの形だね。なぎのコーデはこんな感じでした。ノアのコーデを紹介します。この帽子はシーンで買いました。かわいい、これ髪型見えるようになってんだよね。サンバイザー、サンバイザー、かわいい。ネックレスもシーンで買いました。うんうん、これはシーンで買いましたこれと このスカートもシーンで買いました。これめっちゃかわいいね。てかベルトかわいい、ハートじゃん。ハート、かわいい。で、靴はインスタのショップで買いました。今日さ、全体的にさ、なんかスポーティーな感じじゃない？サンバイザーもさ、あまりなんか被らなくない？これ、うん、珍しいね。やっぱ雑誌なんで珍しいの意識したんですか？はいなるほど、かわいい、いいですね。コーデでお気に入りのポイントありますか？ピンクオフショルのね、トップス、ピンクコーデって感じでめっちゃ可愛いと思います。ノアのコーデ紹介でした。バイバイ。いのちのピンクコーデを紹介していきたいと思います。いのちのピンクコーデはこんな感じです。かわいい、今日も派手派手だね。このピンクのキャミがシーンで、これもシーンで、これもシーンです。全部シーンです。え、このトップスかわいい、羽みたいになってるのかな。ね、髪文句も羽だし。このヘアスタイルはユナチが決めたの？ママとユナチで頑張って決めました。すごくない？バルーン、結果バルーンです。ゆらっこゆらっこゆらっ、表紙のやつじゃん。そう、命の表紙です。すごい。え、すごい、後ろもめっちゃついてる。あ、すいません、ちょっとなんか服とかは全部シーンなんですけど、バッグだけアナフです。うん、かわいい、色いいね、メタリックかわいい。今日はピンクのキャミとピンクのサンダルにデニムを、うん、合わせてみました。ピンクデニムコーデです。ピンクデニムコーデいいですね。え、しかもさ、ベルトもさ、ピンクじゃない？そう、ベルトもピンクなの。尻尾もピンクだしねじゃあ今日のコーデでお気に入りのポイント教えてください。なんかこのピンクのキャミです。なんかさ、珍しくないですか？うん、めっちゃ珍しい。モフ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 、春っぽいです。なんかユナチっぽいギャルコーデですね。ユナチのピンクコーデの紹介でした。バイバイ。ピンクコーデを紹介します。今日のピンクコーデはこんな感じです。かわいい。髪の毛はなんかボンボンですなんかならこのヘアスタイルのイメージかも。うん、うん、これあまり好きじゃない。あ、そうなのママがお気に入り。あ、そうなんだ。でもめちゃくちゃ似合ってるよ、それ。かわいい。で、ネックレスはシーンとオーダーです。名前の方がオーダーね。このフリフリはシーンで買いました。このオフショルめっちゃ可愛い。色めっちゃ可愛くない？子供っぽいって言ってた。うそ、大人っぽくなりたいです。いい、似合ってますよ。で、尻尾はなんかそこら辺の原宿で見つけたやつこれシーンです。ベルト？はい、ベルトシーン。パンツも？これもシーンです。ブーツもシーンです。素晴
やっぱみんな今時シーンなんだね。全身シーンです。今日のコーデのお気に入りポイント教えてください。ピンクのリュウリです。このトップス、トップスなんか可愛く見えるなんかこのいじり方ちょっとピンク可愛いなみたいな。めっちゃ可愛い。オフショルめちゃくちゃ可愛い。竹感もさ、ちょっとお腹見える感じも可愛くない？めっちゃ好きです。以上、ララでした。バイバイ。新学年生10歳の岡山県大人っぽいギャル目指してるのリオです。リオのコーデを紹介していきます。このティアラはちょっと分かんなくて、これはシーンで、このネックレスはゼイダで、そしてこのバッグもシーンで、このズボンはリップサービスで、結構前のやつ。リップサービス、はい、しかもママが履いてたやつ、はい、ママが履いてたやつ、残ってるんだ、はい、かっこいいね、大人っぽい。で、これはチャーマーとおしろいのベルトです。うんうんうん、これは半額ぐらいで売ってたゼイダのグッズです。いいね。あ、尻尾もついてる。はい、今日はやっぱり大人っぽギャルを目指してるということで、はい、テーマは大人っぽピンクギャルって感じかな。でもピンクも、薄いやつじゃなくて、薄いやつあんま似合わないんで、ちょっと濃いめのやつにしました、うん、確かにショッキングピンク。はい、ピアスもショッキングピンクだね。はい、かわいい。これもシーンです。いいね、シーンですね。はい、全体的にかっこいいコーデに仕上がってます。はい、このコーデのお気に入りのポイントありますか？リップサービスのズボン、なんかなかなかない気がするから。そうだね、お気に入りです。今もう全然売ってないかも。はい、この丈っていうのもないし、なんかちょっと懐かしさを感じる私の世代からしたら。リオのコーデはこんな感じでした。これで終わります。イエーイ、バイバイ。今日のコーデ紹介します。イエーイ。頭のカチューシャは、シーンですね。これかわいいね。なんかおもちゃみたい。おもちゃみたいです。なんかママが勝手に買ってました。でもリオはヒョウ柄のカチューシャ、リボのカチューシャがあるんですけど、それが一番好きです。今年はカチューシャ女子になるからね。はい、そんな感じです。で、これもシーン でこのネックレスはチュケがくれたやつです。いつもらったの？クリスマス交換、プレゼント交換の時にもらいました。いいね、ちゃんと彼氏のものを身につけてって感じで。はい、トップスもシーンで、これは事務所から借りたものです。でこれ TGC ティントのね、使ったベルトですね。ちょっと待って、めちゃくちゃ緩いよ。緩いんですよ。あ、なんかあれでちょっとあれですけど、これもシーンで。可愛くないですか？可愛い。これもシーンです。シーン尻尾売ってんの？白とかもいろいろあって、尻尾もなんか最近ハマってるので、尻尾を色つけてみたり、尻尾女子にも今日今年なりたいです。尻尾女子&カチューシャ女子で、ね、なるほどなるほど。素敵です。靴はどこだろう、シーンかな。いいですね。あ、ネイルもしてる。ビュララのカラーです。で、カバンはこれです。突然のハイブラ出てきました。手持ちもできるし、今日は手持ちの撮影だったんですけど、中にこういう紐が入ってるので、斜め掛けもできます。いや、これいくらぐらいすんの？おばあちゃんが買ってくれました。すごいね、小学生でヴィトンです。で、ピアスは病院だけです。あ、病院だけだった。帰れなくて、でも学校始まってから撮影だったら輪っかとかも買ったので、つけられます。イエーイ。完成。今日のお気に入りポイントありますか？ピンクコーデなんですけど、春っぽくこのネイル、うんうん、を押し花にしてもらって、実はこれデュアノアカラーで、春っぽくてお気に入りなところと、あとこのカチューシャはあんまり被ってる子いないので、デュアがカチューシャ樹脂を今年はやっていこうと思います。コギャの中でね、はい、いいと思います。こんな感じでした。バイバーイ。姫ギャルリリピーチュ。今日のピンクコーデはこんな感じです。かわいい。バ
お姫様順番に紹介お願いします。どうも、服とスカートはメゾピアノです。え、そのイチゴ？イチゴです。すごい。え、このタイツは？タイツは竹下通りのお店で。おー、竹下通りでした。え、しかも靴めっちゃ可愛い、キラキラだね。靴はどこの？なんかどっかに頼みます。どっかに頼みました通販ですね。はい、はい、しかもちゃんと尻尾もついてるんですよね。真っピンクのバッグ、これなんだっけ、このキャラクターの名前。ピアノちゃんです。ピアノちゃん、すごい、メゾピアノの服とピアノちゃんのコラボですね私何よりもゆなちどよ気になるのがヘアスタイルなんですけど、すごくないえ、これは美容師さんにやってもらったの？はい。すごーい。反対側も見ていい？え、かわいい。すごい、後ろにもリボンついてる。このキャラクター、なに、マイメロちゃんとまた違うキャラ？これもピアノちゃんとマイメロちゃん。あ、ほんとだ。あ、こっちがマイメロで、こっちピアノちゃん？すごい。地味に違った。失礼しました。じゃあ今日のコーデで、リリピのお気に入りのポイントありますか？ピアノちゃんのバッグと、うん。トップスね。トップス？いいね。かわいいもん。めっちゃいい感じだと思います。リリピのコーデはこんな感じでした。さよなら。